ヘロやったね、やってきたね。うん、やってきたよ。どう最近、どうやってる、うん、なんかそういうテンションのユッピー嫌い。うん、なんだ、どうした、うん、なぜユッピーなんだ。なんか嫌いでね、僕ちょっとこの前の時にカメラ曲がってる。ちょっとこの前の時に僕はなんか腕時計の話をするって言ったんですよね。なんか腕時計、あ、言ってたね。腕時計の話なんですけど、捨てんだっけその腕時計。捨てねえわ。もうなんかあれじゃないの、ここが傷んできたから捨てるお話で。ていうか臭いの話なんだっけ。なんかずっと夏つけてたんですよ。うん、そんで電車乗っててある時ふと臭いなって思ったんですよ。うん、なんだろうなって。んどうした。え、いや、うん、うんうん、どうぞどうぞ。で、臭いなと思って、うん、臭いなと思ってで、こう、なんかこう、なんだよと思って、あ、こうやってたんだ。隣の女かな、女の人かな、うん、臭いなと思って腕時計から匂いしてて、うん、めっちゃくちゃ臭いんですよ。うん、どうしたもんかと思って、うん、で、いろいろ調べて落としたりしたんですよ、これ、うん、でも、まだね、マシになった方なんですよ。うん、買います。いや、大丈夫ですよ。うん、今日はね、そんなあなたにね、とっておきのね、うん、おすすめアイテム。なんだって。気づきはしなかった。とっておきのアイテムを今日わざと持ってきたんですよ。どこから。うん、どこから。上から。上から。うん、そうですね、これ上にも人いるんでね。そうなの。新しい情報入っちゃって。ちょっと取っといて。新しい。今日はね、はいはい、油分で汚れを落とす、はい、いや本当に怖いからやめてくれよ。っていうパターン。ダメだろマジで。で、うん、寺島くん曰くこのケープのスプレーっていうのは水分が多いらしい。そう、うん、水分が多いから、うん、水分でジェット噴射だから、うんうんうん、これで吹き飛ばすパターン、うん、どっちがいい。いや何が。え、やだよ。だってこの腕時計ちょっとさ。で、それをベルトを変えるって話、それともどうしようかって話。どうしようかって話なんですよ。これは匂いが取れるかなって。だからちょっと待って。多分556ね。ね、いやでも556匂い取るやつじゃないしね。つけるやつだよ。つけるやつじゃないし、だってここに書いてないし、売ってんの全部金属だし、全然違うじゃん。どういうこと本当に。火気高温注意。用途の中にさ、自転車あるけどさ、時計ないもん。ある。電気製品。電気製品ね。どの電気製品だよ。これ電気の部分じゃないしね。うん、どういうことだよ本当に。人体に直接スプレーしない。いやでもだってここにかけるじゃないですか、人体当たるじゃないですか。直接スプレーしない。でもここかかるじゃん。直接、直接じゃないか。大丈夫。目、皮膚に触れないようにする。皮膚の弱い人はかぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用する。だから、かけて、手袋しちゃうから。だから、これかけて、かけて、かけて、この状態つけてるんですよ。で、かけてじゃないよ。これを先にかけてのかけて、俺言ってんの。かけて、皮膚に触れたらダメなんだったら、うん、じゃあここになんか薄い、髪の毛染めるときとかについてくるあの。ゴム手袋。うん。二度手間。で、ずっとこうやってる。うん。ずっとだって電車でこうやっててさ、隣の人とかも気に。電車置いとこうよ。気になるじゃん隣の人。あの人の手袋なんのあれ、なん忘れてんのかな、つけてんのって思われながらずっと視線を女子の目線感じるから、もうこうやって見ちゃえばいいの。手越しに、手越しで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 。あんたが引きずってるだけだ。引きずってねえわ。引きずってねえわ。前向いてるわ。川口春奈だ。ってことでみんな前向いて歩きましょうってことで、はいはい。もうどうすんだよ。続けんのかよ。いやいや、どうすんだって。その話結局落ちてないよ。まあね、いや、もうちょっと綺麗にしてみようかな。いや、これ皮の匂いだよ。いや、前までめっちゃ臭かったんですよ。じゃあ落ちたってことですか。うん、じゃあ落ちました。解決以上になります。